旧新峰山観測所日立市天気相談所とは、茨城県日立市生活環境部の気象業務を行う部署。気象業務法に定める天気予報業務許可を取得している最も古い団体。許可番号は第2号。日立鉱山が銅を精錬する際に発生するに、三海王による塩害対策のため上峰山山町に設置した気象観測所。 当時の中央気象台の存続要望を受けて、日立市が引き継ぐ形で、1952年6月1日に、全国初の市営気象相談所として開設された。気象庁がアメダスを導入するまで、中央気象台公衆観測所、気象観測のほか、1日2回の天気予報、ホームページなどによる気象情報の提供業務を行っている。 天気予報業務許可はすでに廃止された第1号と第3号の期間と同日に取得しており、国内で最も古い気象事業者である。また、地方自治体で天気予報業務許可を取得しているのは、日立市以外では、広島市のみである。2008年6月2日に、他年にわたる気象業務の健全な発展に寄与した功績が認められ、気象庁長官表彰を受賞している。 太平洋に面したが山地の南端に位置する日立市は、地域により気象状況が異なるため、総合観測施設1カ所、機械による自動観測を行う観測所6カ所の計7カ所の観測所を設置している。なお、上峰山観測所での観測は1985年に終了している。初代所長の山口秀夫は公明党の山口夏夫、代表の父親である。 また、作家の新田次郎は小説、ある町の高い煙突の後書きに、同じ元気象庁職員で信仰のあった山口秀夫の勧めによりこの小説を執筆したと書いている。また、神殿は執筆にあたり、日立市天気相談所に取材に訪れている。ありがとうございます。